日産は2007年からですね、この CTEC に参加をしてきたんです。まあ最初にこういうその家電あるいは情報産業のそのイベントに初めて自動車会社として参加したんです。その当時は少し違和感があったですね。なぜ日産が来るんだ。でそれからもうすでに5年経って、今もう今日も私会場を見てきましたけれども、家電メーカーさんも車を展示してますし、我々も家電に近づいていくようないろんなその装置を出してます。でそういう意味ではですね、もうどん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 その2つの産業が家電業界の産業、と自動車産業の産業がこうどん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 近づいているというのは本当に実感として感じますね。例えばこの日産リーフですけれども、日産リーフは、日産の中で初めてその24時間常時そのインターネットと接続して日産のグローバルデータセンターとつながっております。そしてそのグローバルデータセンターと例えばスマートフォンが つながることによって、スマートフォンで車の操作ができる、まあ、今回無人で駐車ができるというのを展示してあるわけです。これは自動車の技術とそれから IT の技術、その通信技術、まあ、が一緒になったことですね。で今回展示している中では、その IT でつながるということだけではなくて、例えばリーフとホームのように車と家がつながる、そしてその家と街がつながる、で車と街がつながっているという、もうどん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 広がりが見せていて、で我々の自動車業界の提案だけではなくて、そういう提案も家電業界あるいは情報産業の皆さん方が提案をしていて、こうなっているというのは非常に面白いですね。我々自動車業界の人間としてはですね、この車を運転していて楽しいという、ドライビングプレジャーをこう楽しんでいただきたいというのはまず最初にあるんですけれども、ただこの車のように、まあ、駐車をする、あれ駐車の苦手な方っていらっしゃいますよね。そういう方にこの無人で駐車をしてくれる、あるいは自分が駐車場に戻ってきたら車が迎えに来てくれるみたいなものっていうのはすごく便利ですし、あるいはその毎日同じ距離を行ったり来たりしている、特にその例えば日本でもありますけれども、高齢の方になるとなかなか車の運転が難しくなって、でそこは車自体が、まあ、病院であったりあるいはスーパーマーケットみたいなところに毎日の往復を代わりにやってくれる、まあ、そういう技術が発達することによってさらに車のユーザーが増えるでしょうし、使われ方も増えてくるので、私はこういう無人で車が運転されるという技術というのはドライバー楽しんでほしいんですが、一方でこういう技術が発展することもどんどん起こってほしいなと思いますね。